こんばんは、アメオトンです。ゴーストオブズシマ、今回はまず刀を鍛えるためにここに来ました。小松の鍛冶屋ですね。刀鍛冶をお探しです。太刀を鍛えますか？はい、お願いします。レベルが5になる。きっとお気に召します。はい、で、あと技量が溜まっているんで、だいたいカメラワークこうなる。鷹だね。鷹目線、鷹優先。はい、で技量なんだけども、確か2ポイントあるので最大やっちゃおうかな。水と風の最大を上げると、水が連撃の威力アップ、風が足蹴りで転倒だから、多分その後とどめさせるってことだよね、あの絵を見てる限りだと。まあこの2つ覚えて、で今回は菅笠衆行きましょうね。メインストーリーの菅笠衆がここですね。これここに行くので、近場どこだ、これ何、海辺の野営から行けいいかな。そうしようか、ここに行くためにここ飛びます。ではあ、罠しとかやっときゃよかったか。まあいいか。でなんだっけ、その風蹴りの方がこっちか。見た目は変わんないか。これが当たると威力が上がったってことだよね。よし行こう。で菅笠衆の生き残りがうんたらかんたらだよね。海辺の刃、これなんだっけ、なんかすごい猛虎臭を感じるけど、あ大丈夫なやつこれ。あれ解放したんだっけこれ。基本的な猛虎臭を感じるけど、まあまあいいか、行こう。今回まず、菅笠ですね。いや、持てない。いや、持てない。乗らんでいい、乗らんでいい。朝もやが。伐採されてんね。あと50メートルに生き残りが潜んでいるのか？やられてんね。あ、これは猛虎か？いや、野党っぽいな。お、あそこだ。煙が上がってんね。すすきの中に潜伏し中ですか？やられてんね。武士っぽい？猛虎か？喜一平原。うわ、燃えてる。喜一平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが。猛虎の荷車が襲われたのか、菅笠衆の仕業であろう。なんかその傭兵一団みたいのがいるってこと？騎士平原ね、読み方。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。浪人は筒にいる。浪人か、あれ。向こうにもムクロが見えるな。なんとアイテムのタグは落ちていない。嫌だ。ん？なんだ？猛虎兵のムクロをたどれ。はい、いやずーっとだね、ずーっと。ここまで逃げてきたのか。あ、生きてる。え、とどめでいいの？物資をいただいてからとどめさしちゃった。これも菅笠衆の仕業。菅笠衆、何度言っても噛みそう。さっき見たやつだね。お、これが傘。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。
腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。ぬー、いきなり強制一騎打ち。龍造って言った。駒田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。隊長じゃないの。大丈夫。テント一体。当たって、あれふらついてたね、なんかで。いって、やろめ、当たんねえでやんの。次々と囲まれるなよ。来た来た来た。危ない。うわー、豪兵だね。ういって、避けてんのに食らう。いや、ちょ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 、やばいやばいやばい。全然避けるね。しかもこれ鎧やべ。龍造大丈夫。いって、嫌がるな。おのれ弓兵。許さんぞ。あとこいつだ。うえっ、うわー、ダメージ判定が残ってる。やべ、危ない。うわ、ちょちょちょ、あと2体。隊長っぽいのがいる。隊長、俺が倒す。これで隊長。肩が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。なんだ、幼馴染とかか。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。アイテム回収したい。スゲガサ衆つの何人ぐらいいるんだろうね。歩くのか。ちょ、待ち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 、アイテム回収だよ。食べ物ないって言ってたじゃないか。馬いるいるいる。来い。ちょっと待ってて。龍造っつったよね。あんまり昔風の名前じゃないね。かといって現代風でもないけどね。蜂がいた。
行きましょうか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。お、菰田にいたの？なぜ菰田で声をかけなかった？侍相手に忙しそうにしてたの。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。大丈夫？ずっと味方？ずっとも？えぐい話が多いからさ、なんか幼馴染だけど。飯が残っておりやもしれん。どういうストーリー展開になるのか。お侍、お侍。いた。どうしたんだい、猛虎か。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ、宿営は近い。大平砦で。あ、旗、旗待って、ちょっと旗。ごめんごめんごめん。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。菅笠衆を武器にしてもらえ。菅笠衆を武器にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか。戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。お、おい心臓、これだ。これがアジト。歌ってる。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る、殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。なんだ、大平砦に突入すんのかな、これから。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。結構いるね。策っつっても多分ね、正面突破だよ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。なんと。しらみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。なんだろう、どういう効果があるんだろう。何かしらもらえるよね、クエスト始めると。メインストーリー始めると。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。ん、これで第一幕終わりっぽいな。浪人は筒にいる。
流蔵ね、あと門番的なことをしてたのが心臓、そして技量も上がったぞ。浪人の袴、刃を刃を、ん、刀でいいのかこれを振る、いや刀じゃないよね、刃を振るって生きる男衆の袴、あ、なんかあの特殊能力みたい。ボロボロの菅笠、すでに笠としての役目を終えている。袴の強化は可能で、抜け道を調べてくれるって言ってたね。流蔵の端が始まりました。で、あ、この傘に面宝は合わないね。ちょっと怪しいだけじゃないこれ。やめようか、外そうか。なし。野党、野党か。野党だな。はい。で、鎧の性能が、敵に察知されるまでの時間が 10% 長くなる。近接攻撃の威力が上昇。かがんだ状態で茂みから出ると、敵に察知されるまでの時間が長くなる。攻撃メインのステルス機能が高まるんだ。いろいろあるね、種類がね。わかりました。じゃあ今回はこれでいってみよう。まあ、鎧の方が強いと思うけどね。武家の鎧の方が。よし、これでいこう。で、大平砦の近くの、これが、あれ?これ、この前行ったとこじゃん。ここの、近くの墓場に行きたいので、これなんだ?コマス、歌か。結局ここから行くのがいいのか。す。歌。す。ここだ。いや、飛べるんじゃない?ここ。飛べるんだけど、飛んだら囲まれそうな気がする。んど真ん中、ど真ん中。そこね、行きたいのは、はい、向き合ってる、合ってない。ちょ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 、向こうの方。フルリアゴールドペン、いやー、ちょっとこれから襲うってことがバレちゃったかもしんない。あ、なんか音楽がそれっぽいね。起きとるやーん。いた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 。結構追ってくるね。しょうがねえなー、倒すわ。ちゃう。あ、バッチャチョス。落ちないようになってる。危ない、倒していくか。どこにいる、見えねえな、あれか。あ、当たったか。当たったっぽい。いやー、そうなるだろうとは思ったけども、ど真ん中だったね。これが墓か。ああ、竜像は墓におるはず。こんなとこがあったんだ。すごいね、段々畑というか、まあ、墓なんだよね。要は墓だって言ってるもんね。なんか喋ってる。なんか喋ってたね。何魂。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。ちょっと待ってね、コオロギ。あと、あのお辞儀看板がありそうな気がするんだが、ないな。行きますか。じゃあ、あ、結構な墓だね。墓地すごい形の傘してんね、それ。なんか魔法使いに見えるよ。これで皆か。
戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。かがり火台が映ってるってことはやっぱり上の方のあっちも占領しねえとダメなんだよな。石膏が戻った。来い。はい。中に大勢いるぞ。矢倉にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら撃ち入るんだ。失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。失敗することは考えない。まずのろし筒を壊す。矢倉から目を離すな。分かったよ。かがり火台にあるのろしを壊せっつってんだが、矢倉はでもさっき倒し、もう一体いんのか。あそこにいる。ちょっと見えねえけど。あそこ行けばいいんだよね。行っちゃうよ。もうあれか、一体弓で行けそうだね。ふい。もう一体いる。いっぱいいんな。ふい。矢倉いる？いないよね。じゃあ隊長かな。ちょっと観察すれば肩が覚えられるんで。何やってんだ俺。ガリガリしてる。ガリガリしてるね。闇討ちできちゃうけど、ちょっと練習中じゃないのか。じゃあちょっと忍び込むか。あそこ敵はいないので。おるやん。座ってるよねこれ。大丈夫、いけます。で塔に忍び込む。いけるいける。ゲット。誰もいないね。そこを通れるはず。でそこを壊せばここの先頭になっても、あの船着き場の方から増援が来ることはないと。いける。そもそもこれ火つけたの俺なんだけどな。わお、びっくりした。おったー。え、上いる？見えないか。そっか、いたね。途中で捕まったまま気配察知できる。あ、できるね。いないね。大丈夫だわ。でこれか。破壊する。はい。合図してやらねばな。火が見えるはずだ。火を灯せ。もうすでに灯してあるんだが。頼むぞ龍蔵。で仲間が来てくれると。来た。行った行った。うい。ちゃんと待ってくれてる。やべ。ぬ。三段突きが欲しいね、やっぱね。いって。なぜ俺を狙ってくるんだ。
めっちゃ乱戦じゃんあれ。いやちょっ、上にいるな、あれか。どこだ、いた。お、強いな。スゲガサシュやるじゃん。うわ、でもあの建物中やばい。でも頑張ってる。大丈夫そう、なんか。この畜生ども。また仲間が増えた。闇落ちできちゃいます。あと1体、やべやべやべ、やっちった。これで最後だ。食い物を探そう。とりあえず不穏な空気は感じないから、今のところ食料奪ったらハッピーエンドになりそうなんだけど。じゃあ向こう？ねえじゃねえかって責められるよこれ。向こうにあんのかな？あれ燃える爆弾とかだよね。そっち行くことになりそうだね。なんかす。ほら食料を運ぶんだろ。食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか？もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか？鑑賞ならば多少はな。いつの間に？孫子を学んだ折だ。運ばれた後？ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まだ策があるのか？まずは様子を探ろう。船っつうのはそこ、やっぱあの辺？あれか、なんか怪しい。前なかったもんな、あのね。結局こっちを攻略することになるんだな。いや、なんかいいポーズ、かっこいいポーズ。しかもあの表情がうかがえないというところがまたね、ミステリアス。で、浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。それは硬い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。上から撃てる。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。そこは墓場か。爆弾ね。火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ、浜に降りよう。聞こえたな。そうなん？行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい？別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだらな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。撃ってる撃ってる。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。小舟を奪えって奥の方、あっち。
その辺立て策を忘れたのかよ。兵のあバッカバッカバッカ相手をするな。もうこの船に乗り込むんだろ。はい、オッケーで、あバレた。え、モーコの船ってどっちの船？奥でいいの？これのことじゃなくて？めっちゃいたー。おお、素晴らしい。やばいことになってる？なってるかもしれない。全部これ蹴りでいいのでは？やばい、なんか結局倒さなきゃいけない羽目になってる。小舟ってやつが結局奥のやつでいいのね。行くよ。これね。あ、で向こうの船に乗り込むって話？急がねばならぬ。貝を持て。